今日はダンベルカールで確実に上腕二頭筋に効くようになる練習方法をご紹介したいと思います。ダンベルカールはこのようにダンベルを持って肘を曲げたり伸ばしたりして上腕二頭筋を鍛えるトレーニングなんですけども、このダンベルカールでいまいち上腕二頭筋に効いてる感じがつかめないっていう方はぜひですね、今日ご紹介する練習法を試してみていただければと思います。上腕二頭筋ですね、あんまり効かないというふうに感じる方のダンベルカールはおそらく上腕二頭筋以外の筋肉も動員してですね、動作を行ってしまっている可能性があると思うんですね。で、今日ご紹介する練習法はその上腕二頭筋以外の筋肉を使ってしまう効果をですね、改善するのに役に立つと思いますので、ぜひ試してみていただければと思います。じゃあ、まずその練習をですね、早速やってみたいと思うんですけども、まず先に実演をしてですね、その後に、その練習法をやる理由だったりとか、この時の注意点ポイントなんかもお話ししてみたいと思います。一つダンベルを用意してそれを片手で持ってください。で、持つ重量はですね、普段行っているダンベルカールの7割ぐらいの重量で、やっていただくとですね、練習の効果が感じやすいかなというふうに思います。重すぎてもね、練習にならないですし、軽すぎても効かないということになっちゃいますので、だいたい8回から12回ぐらいで限界が来るような、ね、重量選択で行っていただくといいかなと思います。で、ダンベルを片手で持ったら、その持った方の手をですね、ちょっと下にグッと下げます。下げるとこの僧帽筋がストレッチされた状態になると思うんですけども、そのぐらいまで肩を下げてください。で、腕はですね、地面に対して垂直になるようにタランと下げます。横から見るとこんな感じで、ここからですね、肩を下げた状態をキープしたまま肘を少しだけ前に出します。そうすると、腕がまっすぐ前に出てくるんですけども、体の前に腕の内側が出てくる状態になるんですね。で、この腕の内側に反対側の手を軽く握って拳を当てます。当てる位置はこの肘の骨よりもちょっと上に当ててください。で、その時に親指をですね、ちょっとピョンと出して、その親指は上腕三頭筋側に送るような形でこう L 字型を作って、そこにポコッと腕をはめるみたいなイメージで、腕を支えます。で、今肘伸ばしきってるので上腕二頭筋でちょっとストレッチされてるんですけども、ここから少しだけ肘を曲げます。そうすると上腕二頭筋にダンベルの負荷がかかるのが感じられると思いますので、ここからスタートしてカールの動作を行う。で、トップでしっかりと上腕二頭筋がギュッと収縮するところまで肘を曲げたら元の位置に戻します。元の位置っていうのは肘をちょっと曲げたポジションですね。ここ。そしたらまたトップまで持ち上げて収縮で戻す。これですね、上腕の部分を固定した状態でなるべく丁寧に動作を繰り返します。で、この時にですね、ダンベルは常に体に対して水平になるように角度をキープしてやってみてください。こう斜めとかに斜めにね、こういう形で常に動作を行います。で、やってるとだんだんとですね、上腕二頭筋に効いてる感じがこうじわじわと出てくると思いますので、これをですね、限界までやります。限界っていうのはだんだんとこうトップまで持ち上げられなくなってくるんですね。で、グラッて頑張って上げても前腕が地面に対して水平を超えられなくなったらそこで終了っていう感じで1セットやってみてください。そうするとですね、おそらくこの上腕二頭筋にしっかりと効いてる感じ、終わった後の張ってる感覚っていうのがですね、感じられると思いますので、ぜひね、この練習法を試してみていただければと思います。で、この練習法をですね、行うことで何が、効果として、ね、得られるのかっていうと、腕を固定した状態でカールを行うっていう感覚をですね、養うことができると思うんですね。さっき言った上腕二頭筋のトレーニングで二頭筋以外の
まあ、筋肉を使ってしまう動きとして、まあ、よくあるパターンは、ね、3つぐらいあると思うんですけども、1つは肩がすくんでしまうことによって僧帽筋を使っちゃうっていうパターン、2つ目は腕をこのように引きつける動作、内側に絞ったりとか、あるいは後ろにちょっとこう絞っちゃったりとかね、こういう動作で脇の下の筋肉を使ってしまうパターン、あとは、腕を曲げる前に前に出してしまって、こういう風にこういう感じで肩の前側を使ってしまうパターンと、まあ、このぐらいはですね、あの上腕と筋以外の筋肉を使ってしまうパターンとして、まあ、多いと思うんですけども、あのこれらの動作を行ってしまうとですね、その分上腕と筋への負荷っていうのは弱まってしまいますので、まあ、効きにくいあのダンベルカールになっちゃうんですね。なのでそれらの動きを使わないようにするためにですね、あのまず肩を下げた状態にして、で、腕をちょっと前に出した状態をこうほぐして固定して動かないようにした状態でカールの動作を行うことによって、これであの内側にねこう引きつけたりすることもできないので、上腕と筋だけを強制的に使ってカールの動作を行うことができるということで、この感覚をですねそのまま普段のダンベルカールに応用していただくと、上腕と筋にしっかりと効くようになると思いますので、はい、まあ、そんな感じでね、あの練習のちょっとこう意味を頭の中で確認しつつ動作を行っていただければと思います。あともう一つ、上腕と筋をしっかりと収縮させるために必要な動きっていうのが、この手首の開外、この状態からこっちにひねるっていう動きを開外っていうんですけども、まあ、実際はあのここの関節がねじれているので前腕の開外っていうんですけども、前腕を開外させると上腕と筋って収縮します。この動きもですね、あのカールの動作ではとても重要になってきますので、なのでダンベルがですね、あのこうじゃなくてしっかりと横を向いた状態になるようにトップに持ってきていただくと、これもですね上腕と筋をしっかりと効かせるためのとても大切なポイントになりますので、それもですねぜひ合わせて意識していただければと思います。という感じでダンベルカールの練習法のねご紹介だったんですけども、あのもう一つですね、ダンベルカールを行うとき、まあ、ダンベルカールに限らず上腕と筋のトレーニングを行うときに、あの覚えておいていただきたいのはですね、この肘を曲げる動作っていうのは上腕と筋以外の筋肉も使ってるんだっていうことはですね、ぜひあの意識しながら動作を行っていただきたいと思うんですね。で、それ以外の筋肉っていうのは何なのかっていうと、上腕と筋をポコッと取るとですね、その下に上腕筋っていうあの薄い筋肉があるんですけども、この上腕筋と、あともう一つ前腕、この部分にですね、あの腕橈骨筋っていう筋肉があるんですけども、その腕橈骨筋、上腕筋、上腕頭筋っていうこの3つの筋肉を使って肘を曲げるっていう動作は行ってるんですね。だから上腕頭筋を使わなくてもこういう肘を曲げる動作ってできちゃうんですよ。例えばですね、まあ、今こうやって力を入れて上腕頭筋に力を入れた状態でカールするとこう収縮しますけども、ここに力を入れずにちょっと曲げることもできちゃうんですね。これ今力入ってないけど肘は曲がってるんですよ。こうすると力入るけどこうすると入ってない。これは上腕筋だったりとか、まあ、腕橈骨筋だったりとかね、上腕頭筋以外の筋肉で肘を曲げる動作をやってます。こんな感じでねカールの動作を行ってしまうと、これもですね上腕頭筋に効きにくいカールの動きになっちゃうんですね。なのでこれを防ぐために意識するといいと思うポイントは、上腕頭筋にまず最初に負荷をかけた状態にして、それをキープしたままトップで収縮させる。で、こういう意識だと思うんですけども、まあ、それをですね、あの体感するために、まあ、さっきのね、この練習、ちょっと肘曲げた状態を作るっていうのが、まあ、そのために役に立つかなと思いますので、まあ、そのあたりもですね、ぜひ意識していただければと思います。じゃあ最後にですね、この今の練習法を実際のトレーニングに生かすための、まあ、実演という形で、ダンベルカールを2セットやって今日の動画は終了させていただきたいと思います。じゃあ、ここにあるね11キロのダンベルを使って、今度は反対の腕、ちょっと右手張っちゃってるんで、左手でダンベルカールの動作を行っています。さっきの練習法を活かしますので、まず肩を下げた状態を作って肘をちょっと曲げて上腕と筋に負荷をかけて、ここからスタートをします。上腕部分を動かさないように丁寧に行いながら上腕と筋の収縮と、あとこのストレッチですね、これを意識しながら
動作を行います。でトップではしっかりと前腕開外させて押す。まあまあ肩の位置を動かさないように。で下ろすときもここからですね、肘をこっちに引かないようにちょっと前に出た状態をキープしたまま下ろしていくと、ここにずっと負荷がかかったまま動作が行えますので、ラスト、おーいしょ、はい、という感じです。これでね、もうしっかりと二頭筋に効いてます。今やったみたいにですね、あの練習で養った感覚をそのまま実際のトレーニングにつなげるっていうことをやっていくとですね、上腕二頭筋の、その効いてる感覚っていうのはどんどん高まっていくようになると思いますので、まあ、ぜひね繰り返し練習していただければと思います。で、今日やったですね、その練習法を生かしてトレーニングを行うと、最初は、まあ、持てる重量っていうのは下がると思うんですね。今までいろんな筋肉を使って動作を行ってたのを、上腕二頭筋だけに限定するとですね、それだけ使う筋肉が減るわけですので、まあ、使用重量っていうのは自然と下がると思うんですけども、それでも上腕二頭筋にしっかりと負荷が集中させることが、ね、できれば、上腕二頭筋への刺激っていうのは、ね、しっかりとかけることができますから、なのでまずは効いてる感覚を優先して、重量選択を、ね、行っていただくのがいいかなと思います。でそうやって動作がです、ね、身についてくれば、まあ、重量を上げたりとか多少チーチングを使ってもです、ね、しっかりと上腕二頭筋に、効くカールの動作が、ね、行えるようになりますの でそうするとです、ね、まあ、使用重量の増加とともに、あとは回数が伸びていくとともに、上腕二頭筋の発達が、ね、感じられるようになると思いますので、まあ、ぜひその状態を目指してです、ね、あの今日の練習方法を、活用していただければと思います。はい、ということで、上腕二頭筋に確実に効くダンベルカールの練習法でした。最後までご覧いただきありがとうございました。